動く大地を観察しよう。色や粒の大きさの違う石または砂を数種類用意してください。用意した砂または石を透明な水槽に順番に入れて地層を作っていきます。水槽の横にある段ボールは後で地層を動かすために使うので先に用意してくださいね。砂を入れたらきれいに平らにしましょう。白い砂の次は黒い砂が入りました。こちらの方も平らにして、後で地層が分かりやすくなるようにしましょうね。3番目は茶色の少し目の粗い石を入れていきます。こちらの方、入れる順番は、皆さんのやりやすいようにしてもらって大丈夫なんで、いろいろなことをお試しくださいね。今回は4層まで砂の方を積み上げていきます。最後平らにした後で少しギュッと押し付けておくと後の実験がやりやすくなります。さあ地層を動かしていきます。どんな風になるのか楽しみですね。さあギュッとやったら変化わかりますかね。地震などが起きた時に断層が壊れたりするのは横から見るとこんなような理屈なんですね。実験で試した後は山の近くや海岸などの崖を見に行ってみるのも面白いかもしれませんね。